あなたのふるさとはどこですか？港北区は区制80周年を迎えます。この地域では明治41年に現在の横浜線が、大正15年に現在の東横線が開通したことにより、横浜市の内陸部でいち早く市街化が始まりました。昭和初期には綱島温泉がにぎわい、慶応義塾大学予科が日吉に移転すると、東横線の各駅周辺で宅地開発が始まったのです。港北区、80年の歩みを振り返ってみましょう。港北区は昭和14年4月、戸塚区と同時に誕生しました。当初区域は現在の港北区、緑区、青葉区、都筑区を合わせた広さがあり、横浜市の中で一番大きな区として始まったのです。昭和16年、横浜線東神奈川八王子間の全線が電化されました。戦後初期から高度経済成長期にかけては、農地から工場や倉庫へと土地利用の転換が進み、特に鶴見川周辺には工場が集まりました。そして昭和35年、港北区総合庁舎が現在港北図書館のある菊名に落成したのです。昭和39年、東京オリンピックの開催に合わせて新幹線が開通し、新横浜駅の営業が始まりました。新横浜駅北部地区の土地区画整理事業が開始され、横浜市第二の拠点としての整備が始まりました。さらに昭和40年、第三京浜道路が開通。日本で最初の片側三車線の高速道路で、道路の中央に金網をつけたり花を植えるという試みもなされました。昭和44年、人口の増加に伴い港北区から緑区が分かれました。分離後の人口はおよそ22万人でした。昭和53年、港北区新総合庁舎が現在の場所である豆戸町に開設されました。昭和59年、大倉精神文化研究所の本館が横浜市に寄贈され、大倉山記念館として開館しました。そして平成元年、横浜アリーナがオープン。この年港北区は区制50周年を迎えました。昭和60年に横浜から新横浜まで開通した市営地下鉄3号線が平成5年、あざみ野まで伸びました。その翌年の平成6年、行政区の再編により都筑区と青葉区が生まれ、港北区は現在の大きさに。人口はおよそ28万人でした。平成10年、横浜国際総合競技場、現在の日産スタジアムがオープン。平成14年、この場所でサッカーワールドカップが開催されたのです。平成20年、横浜市営地下鉄グリーンラインが日吉と中山の間で開通しました。新横浜駅周辺は新横浜都心としてますますの発展が期待されています。港北区の現在の人口は35万人。日本の政令指定都市の中で最も人口が多い行政区です。ラグビーワールドカップ2019、東京2020オリンピック・パラリンピック、港北区が世界の舞台になります。港北区のまちづくりは皆さんの地域活動に支えられています。これからももっと暮らしやすい街に、あなたも港北区の魅力を再発見してみませんか？港北区、この街が私たちのふるさとです。